佐藤幸満は、栃木県日光市出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。小学3年生の時に、少年野球のところのブラックパンサーズで野球を始める。最初は、外野手だったが、監督に出した年賀状にピッチャーをやりたいと書いて、以来ポジションは、投手一筋。日光東中では、軟式野球部に所属し、4番打者兼投手として、栃木県大会に出場。 進学した文政芸大福高校では1年生の夏季県大会からベンチ入り。2年次の夏季県大会では背番号10の2番手投手として出場。4回戦では宇都宮清史陵を相手に5回参考記録ながら完全試合を達成。チームを甲子園出場に導いた。第88回全国高等学校野球選手権大会では初戦でダースローマシュ。 ただし、上田武史を要する関西に逆転勝ち。しかし続く、今治西との2回戦では3から12という大敗を喫する。新チームでは結成当初からエースナンバーを検守。2年連続での夏の甲子園となった第89回全国高等学校野球選手権大会では、調子が良い時には投球と同時に野球棒が頭部から落下することが話題になった。 三回戦まで進出するも、二年連続で、熊代正と要する今治西の前に敗れた。くしくも当日は、佐藤の誕生日であり、勝利で花を添えることはできなかった。しかし、打者の内角を鋭くつくキレのある速球と、多彩な変化球、マウンド度胸の良さが、一気に関係者の注目を集め、同年の全日本高校選抜の代表メンバーに選出される。 2007年10月3日のドラフト会議で横浜ベイスターズから4巡目指名を受け10月26日に契約金3500万円、年俸480万円の条件で正式に入団契約を交わした佐藤の東急フォーム2008年4月8日に小林太志氏と共に一軍登録され翌9日にプロ初登板高校時代を大幅に上回る 時速 145km を計測した。小林もこの日が初登板であった。5月8日のヤクルト戦でプロ初先発を務めたが、セリーグ記録体となる1試合、吉94の内容で、プロ初先発初勝利とはならなかった。6月に先発で2試合連続で、越されたのを受けに軍を落ちし、そのままシーズンを終えた。2009年は2軍で8試合の登板。1軍出場はなかった。 2010年は2年ぶりに一軍出場を果たし、中継ぎで8試合に登板。また、シーズンオフには、台湾で開催された第17回アイブフ、インターコンチネンタルカップの日本代表に選ばれた。2011年も、中継ぎとして10試合に登板、プロ初ホールドも記録した。4月27日の対中日ドラゴンズ5回戦で、落合栄治以来2人目のレ級降番を記録した。 2012年に女優の吉村さやかとの入籍を発表。契約公開を行い、昨年度の3%減の730万でサインした。北海道日本ハムファイターズ時代2013年11月15日、加藤正義との交換トレードで北海道日本ハムファイターズへ移籍することが発表された。2014年10月3日付で、 来期契約を結ばないことが通達された。11月9日に開催された第1回12、球団合同トライアウトに参加。このトライアウトでは、中田良二、尾崎正かな、住孝太、高橋新人の4人に対して、批安打1、1死休だった。翌11月11日、広島東洋カープへの入団が発表された。2015年は一軍登板はなかった。 2016年は、横浜時代の2013年以来3年ぶりに1、軍で登板を果たしたが、2試合の登板に止まった。2017年は6試合に登板したが、勝敗、セーブ、ホールドはつかなかった。2018年は7試合に登板したが、防御率8.59と結果を残せず、10月2日に、戦力外通告を受けた。家族との話し合いの結果、 合同トライアウトを受験せずに、現役引退を決心。引退後は、妻、吉村の実家である、大阪市内の名牧製造業で働く。打者の狙いを外すクレバーさに定評があるが、プロ入り後に、ホーム改造が多く、それが、伸び悩みの原因になっていると、工藤君康から指摘されている。左投げであるが、筆記具は、右手で持つ。ありがとうございます。